富士屋株式会社は、大阪府東大阪市に本社を置く、富士屋ブランドのペンチニッパーを主力とした工具を製造販売する企業。1923年創業の老舗工具メーカーで、あるが三代目社長のビジョンにより、商品もブランドイメージも近代化した。富士屋プロテックニッパー創業者の道本佐一郎は、和歌山県北部の村に生まれ、大正5年15歳の時に、 見習い校として大阪の鶴橋にあったペンチメーカーの池田鉄工所に入社した。この頃のペンチの素材は使用済み鉄道レールでハンマーやヤスリなどを使って作っていた。大正12年21歳で兄の道本岩太郎と二人で独立し、ペンチ工場道本鉄工所を創業する。 昭和10年前後になると難港を、新炭焼き入れした人生や強度が格段に向上したペンチを作れるようになり、生産量も月8000兆となる。1937年に起きた死事変後、陸軍要請の馬蹄用釘抜き工具や海軍航空機用搭載工具の注文が主となり、富士やマーク入りのペンチ作りは激変している。終戦後の復興とともに、ペンチの需要も激増し、 品質を重視した、蔡一郎のものづくりが、藤やマークのペンチをブランドとして定着していった。1946年通信省の指定工具となり、電信事業で普及し、電力会社や国鉄でも使用された。1951年に初のペンチ実酢指定工場となったことでも有名である。ペンチの国内販売シェア27%から28%を占める。 ペンチのトップメーカーである。現在商品のアイテム数は約500点になっている。経済産業省、元気なものづくり企業300社2007年版に選出され、H19 年6月19日に経済産業大臣より表彰される。その他に多数受賞表彰されている。1998年に29歳の若さで就任した三代目、野崎強信社長は、 読売テレビ勤務の経験を生かして、経済産業省の IT 活用型経営革新モデル事業で、販売見込みと生産を連動させ、コストダウンに成功した。パソコンに振り回されることなく一歩一歩、地道に IT 化に取り組む姿勢が評価される。その結果、売上10%増、5%のコストダウンに成功する。富士屋の社表は、 日本一の富士山と岩盤をも砕く強い矢を意味し、品質へのこだわりを表す。このトレードマークを CI 導入し2002年に一新している。製品は開発段階からデザイナーを参加させ、パッケージも含めて、それまでの機能のみの泥臭い工具イメージから、洗練されたプロ用工具として、富士屋商品のイメージを一新した。2004年には、 中国上海市周辺の日系企業1700社をユーザーとして貿易商社と共同で営業拠点を上海市内に設置する。2014年東大阪本社工場とベトナム工場でそれぞれ月産5万兆3万兆の合計8万兆のベンチ類を生産している。従業員数はそれぞれ約80人ずつである。国内90% 輸出10%の販売割合であり、OEM は10%となっている。2011年8月20日現在、広田民を作業工具のすべてグランプリ出版。2014年9月10日、190から192ページ。日刊工業新聞2007年11月27日、中小企業庁ものづくり中小企業300社。 産経機械新聞2003年12月18日、日本産経新聞2002年9月2日、産経新聞2005年1月27日、日刊工業新聞2004年10月25日、広田民夫、作業工具のすべてグランプリ出版、2014年9月10日、192ページ。日刊工業新聞2011年5月10日、 大阪府男女とも同産が大阪中小企業、投資育成株式会社関西 IT 活用企業、百戦経済産業省近畿経済産業局、藤屋株式会社財団法人関西情報、産業活性化センター6ページ大阪中小企業、投資育成株式会社、経済産業省中小企業、IT 経営力対象2008結果発表。ありがとうございます。